こんにちは、翔太です。じゃあ今回控えの塔の最上階目指していこうと思います。凶暴な侵入者。え、誰誰。ああ、何やったっけ、キングレオやっけ。扉を破壊して無理やり中に入るつもりだわ。多分あの向こうが光の祭壇なのよ。光の祭壇、そこに行けば彼を助ける方法がわかるかもしれない。そこを抜きなさい。これ以上あんたの好きにはさせないわ。おお、やば、これはテンション上がるな。やっぱキングレオか。頑張りましょう。やば。姫様、こいつはまさか。ええ、昔倒したやつにそっくりね。同じようにぶっ飛ばしてやるわ。くれぐれも無茶はなさいませんように。やつと同類ならば強敵ですよ。たとえ強敵でも倒してみせるわ。彼を助ける方法を知るために。凍りなさい。あーやべ、無駄打ちしてもうた。祭壇への扉、あーそこに HP あるんや。なかなか凍らんな。凍らんけど結構単調やからいけんじゃない。おおおお、あ、やばい。お、なんかひるんどる。今がチャンスや。凍らんのかな。あ、やばいやばい。死んじゃう死んじゃう。おら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 、おおおお、どこ行った。何やったっけな、ストーンマンの時みたいに。おお、猫さん。とても凶暴なのね。まあ、そうか、ライオンやもんな。撫でたら、おとなしくならないかしら。まず猫かどうかが怪しいわよ。キラーパンサーとは違うみたいだし。キラーパンサーもまあまあまあ仲間やな。あ、さあたまた。おーおお、タイミングよく。凍らんかな。やばい、当たった。これ当たってほしいな。ファイキルとしてるし。あー銀よ、うわー。うわー、やっぱおるよね、他にも。バトルレックスか。もうまだ来るの。光の祭壇は絶対壊させないんだから。まだ来るのって、キングレオしかおらんかったけどな。これはテンションやな。うわ、やばいやばい。あ、死んじゃった。わかりましたか。ありがとう。わ
あ、やべ。このままでは私ここが頑張りどころです。サンダーボルト、サンダーボルト、サビライオチ、サビライオチ、サンダーボルト。あ、やべ、これ向き、やっと凍った。凍るは凍るんやな。よし、この向きなら大丈夫やろう。さっきからミササダミスりまくっとる。よっしゃ。へばってきたのか。よっしゃ、そろそろ決着をつけられそうだな。お願い。そうみたいね。みんな、あれ、もう少しよ。ちょい。アイテム回収はしておこう。これなんや、マヌーサかな。ちょっと待って、先にそっち。お前守ってやってんのになんてことしてくれんねん。全部ガードしやがったこいつ。しゃあ、あ、いや大丈夫や。あ、お前敵か。コイン。ああ、マジか。あ、ドラゴンの顔や。やった。これも敵か。フラエ、ファイヤー。ちょっと、きついかも。いかん。扉が壊されてしまいそうじゃ。これ。ちょっと当てよう、確実に当てていこう。さあ、これで倒した？あ、倒した。やった。おー、疲れた。なかなか手強かったな、なんやかんやで。
リアルキングレオってこんな感じの体つきしてんねんな。やった、ドラゴンの皮ゲットした、嬉しい。俺もムービー入る感じかな。ああ、やっぱ入るか。綺麗なところね。あれが光の祭壇かしら。けど、肝心の女神様はいないみたいでゲスよ。ねえ、あれ見て。光の子よ。そして英雄たちよ、よくぞこの祭壇の間をあの獣から守ってくれました。礼を言います。光の女神様なの。女神様、私、闇に染められた幼馴染を助けたい。その方法を教えてほしいの。闇に染まりし光の子を元に戻す方法はあります。そして共に染まりし世界樹も、彼も世界樹もまだ助けられるのね。ですが今のあなたには無理でしょう。マジか。もっと強い光の力が必要なのです。ホイミンちゃん、もしかして。光の子よ、この地より北東の海の底に神殿があります。そこへ行き試練を受けなさい。あなたの意志が本物ならば必ずや試練に打ち勝ち、真の一族の力を得られるでしょう。真の一族の力。あらゆるものを明るく照らし、深き闇を消し去ることのできる力、真なる光の力です。おお、よし、ならば早速向かうとしよう。いざ、海の底の神殿へ。待って、もう一つ確認しておかなきゃならないことがあるわ。女神様、闇の一族のヘルムードという男がこう言っていたの。かつて光の者が闇竜を封印したせいで世界は本来あるべき姿を失っているって。だから世界樹を闇に染めて闇竜を復活させるんだって。今の世界が本来あるべき姿じゃないっていうのは本当のことなの。遥か昔、私と闇竜シャムダは光と闇の契約のもと世界の調和を守っていました。しかし、お、昔話や。世界に人や魔物が増え発展していくほど闇の力が光の力を凌駕するようになったのです。力を増したシャムダはさらなる闇を生み出し、やがて闇で世界を支配しようと企むようになっていきました。私はシャムダの企みを阻止するために光の者たちと共に戦い、辛くもシャムダを封じることに成功しました。そして二度と闇の力が増幅することのないように、二度とシャムダが目覚めることのないように、闇を糧として吸収し光を放つ世界樹を作り出したのです。ああ、なるほど。へえ。これが光と闇の歴史、世界樹の物語です。じゃあヘルムードの目論み通り闇竜が復活してしまったら世界は闇に支配されてしまうってことね。そう、シャムダの封印は決して解いてはならぬものです。光の子よ、世界の命運は今あなたに託されています。
世界中を闇から救い、闇竜シャムダの復活を何としても止めるのです。私はシャムダとの戦いで実体を失ってしまいました。故にあなたと共に戦い導くことはできません。ですが、私の力を封じた光の腕輪がきっと役に立ちましょう。光の腕輪ってエルフの村長さんが言ってたあの？ホミロンの冠にそっくりなお宝のことでガスよ。どこにあるでですか？光の腕輪は光の腕輪も今は海底神殿にあるようです。それはよかった。一族の力も光の腕輪も同じ場所で得られるということですね。そうと分かれば早速出発しましょう。あんまりゆっくりしてられる状況じゃないみたいだし。ええ、そうね。こうしている間にも世界樹は弱っている。闇竜の封印も弱まっているのよ。女神様、ありがとう。約束するわ。試練に打ち勝って絶対世界を守るって。信じましょう、光の子よ。さあお行きなさい。私はいつでもあなたを見守っています。はい。まあ、あ、まだムービーか。お互いわがままっちゃわがままやな。光も光側もなんやかんや闇からしたらわがままというか、闇が一概に悪いとも言い切れへん感じするけどな。おお、ブオーンやマジか。何なのあいつ。今回盛りだくさんすぎへん。マジか、光の塔が。このままじゃ光の塔が。ビアンカとフローラコメントないんかな。あいつを倒さなきゃ。残念だけどもう手遅れよ。今すぐ離脱するわ。やば、ブオーン。ギガンテスレベルじゃないよな、多分サイズ感。やば、トラック A5 懐かしいな、ブオン。ああ、やっぱ知ってんのか。え、ああ、会ったことはないんか。へえ。海底神殿行くか。よし、じゃあ今回はここまでにしようと思います。これからもドラクエヒーローズやっていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。